して野球輸入ポイントガードのシケなどが入ってきています。鍋タイムと言われる渡辺博則、そして高島慎二などの姿もあります。では京都の注目選手です。今日はライトです。3試合ぶりの復帰となりますが、今シーズンのライトどのようにご覧になっていますか。そうですね、ライト選手はアジア特別枠の選手ですよね。スリーポイントの確率も、ね、良くて、非常に得点の取れる選手なんですけれども、の宇都宮ブレックス、そしてホームの京都、宇都宮相手にどんなゲームを見せるか。ゲームは今ティップオフ。最初のジャンプボール宇都宮に出まして、最初のポゼッション、ジャクソンとジェレット、ここからドライブも得意な水のアタック、ああ決めて、エンドワン。エンド一度フェイクを入れてからの、あ、ここはパスでした。コートで合わせます。展開してプッシュしていきます。コーナーを見ています。宮島です。ここは高島に渡した。高島今日1本目を決めてみました。2連続ジェレット、あ、そしてディープスリー、ガーディーチェ、ニュービルらしいスリーポイントです。取り返してニュービルから早い展開、渡辺もスリーポイントがあるぞ。あー、渡辺なあ、そしてゴール下、ジェレット、はい、宇都宮はジェレット、フェーダーウェイ、あー、いいですね。後ろに飛びながらシュートを決める、フェーダーウェイシュートを決まっています。あ、そして左手のレイアップでした。最後ポツーがこのボールを、もらってからキャッチャーのシュート、比江島、うん、今シーズンはこの形を大きくしたいと言っていたんですが、小西、ケビン・ジョーンズ、そしてもらってからペイントの中で勝負、ヒット、これが取り返した、パス、そしてもらったマッシュライトのスリーポイント、一気に行く、10点差に戻す。高島ちょっと手につきませんが、振り切ってペイントアタックからキックアウトパス、ポトゥのウィングの位置からスリーポイント、スリーポイントお返ししてきました。再び13点、ここですね。そしてエンド、今日は非常にいいシュートタッチ、うん、やはりこのゾーンのところ攻略してきましたよね。ポトゥ外を見ていましたが、ここは自ら、あ、うまい、います、うん、最後のクォーターも京都タイスコアだったんですけども、やはり2クォーターからのリードが、大きなものを言いまして。